1945年、第二次世界大戦終結。世界は一応の平和を取り戻したかに見えた。しかし、かねてより各国の軍上層部との癒着が噂された謎の国際組織キャニーが密かに軍部を掌握、実戦配備に至らなかった新型兵器軍をもって全世界を内側より転覆させんと策謀していた。各国の不穏な動きをいち早く察知した連合軍司令部は秘密裏に全世界よりえりすぐりの名戦闘機とそのパイロットを招集。キャニーに対抗すべく特殊部隊ストライカーズを結成する。今ここに歴史の陰に隠された最後の世界大戦の火蓋が切って落とされる。